あのな、あのな、これがバットとするやろ、そっから見てたらよくわかるわ、うん、大山ってな、あのな、普通バッターって大体こんなもんなんが多いねんけど、大山の場合はな、こうすんねんな、こう、こうやで、うん、こっからな、この打つときにな、こういくやろ、この動き、この動き、ここまで来る、ここを構えてたら、この、こっかまでのこの、この動き、このスパンないわけや、うん、これこういきょんな、あいつピッチャーが構えた、構えて投げてるとき、こうやっていきょんねん、やめとけこれ、こっから構えて、こっからいけ言うねん、十分これでもパワー出るってな、ね、でピッチャー投げれろ、振り返りました、うわっ、こうやって、こうやっていくわけや、うん、これこの部分を消してしまえ、こっからいけ、こっからいく、ほんならピッチャーの速い球にも負けへんねん、スピードが、うん、でその方がパワー出る、これ、いやいやいや、上にこうぐるーっと回した方が力出るじゃん、ほんならするじゃん、パワー、そんな余分なパワー入れたらな、これボールに対して触れるだけ、このブレるだけ、このスイングが、軌道がこうブレるわけ、まっすぐこうする、どうミートするかやで、芯に当てたらそれなりに飛ぶんや、あれだけの体やったら、それよりもこっからのスイングスピードを早める方がええねん、このスイングスピード、こんなんよりも、こんなんよりもこっからシュッとこういこうがええねん、これをせえ言うてんねん俺は、大山に言うてるって、俺が家で言うてるだけやけどな大山に電話で言うだけでもないけどなということです。ちょっとそれがいつも気になってます、大山くんについては、以上です。